オレゴン魂は、1975年製作のアメリカ合衆国の映画、1969年製作の西部劇映画、勇気ある追跡の続編となる。アーカンソー州西部地区の保安官代リルースター、コグバーンは、派手に人殺しをやりすぎるために、パーカー判事にバッジを取り上げられてしまう。ところがある日、悪名高いホークをボスとする一味が、 入馬者一杯のニトログリセリンを運搬していた、騎兵隊を皆殺しにする事件が勃発しており、一味の中には、ルースターのかつての友人のブリードも含まれているという。パーカーハンジは、賞金2000ドルと、終身保安官の地位を報酬に、ルースターへ、ホーク一味の生け取りを命じる。翌日、ルースターは、ホーク一味を追い、一味がすでに、 ホートルビーで教会の牧師のほか多数のインディアンを殺したことを知る。そして、牧師の娘であるユーラとインディアンの少年ウルフが、ルースターに協力を申し出る。ルースターは、なんとか彼女を思いとどまらそうとしたが、結局二人を連れて、旅を続けることになった。やがて三人は、ホーク一味が騎兵隊から奪ったニ馬車の周囲で、キャンプしているのに出くわした。ホークとブリードは出かけて、 不在だったが、ルースターは巧妙な作戦で彼らを混乱させて、ニューマシャを奪い返す。その際、ユーラは、少女時代に、初恋の青年から教わった射撃と乗馬の腕前を、活かして、ルースターを援護する。これを機にルースターは彼女を見直す。その後、三人は、ニューマシャを奪われた一味に追いかけられ、イカダで逃走を図る。先に貸しについたフォークは川後にロープを張り渡し、 イカダを止めようとする一味のルークが、スピードが落ちたイカダめがけて発砲しようとするが、ブリードによって射殺され、ブリードもまたホークに射殺される。川幅が狭まった地点に流れ着いた、ルースターは、ニトロの箱を急流に落とし、それに向かって発砲する。待ち伏せしていたホーク一味は、爆発に巻き込まれて死亡する。無事町に戻った、ルースターは、 パーカー判事から一味を皆殺しにしたことについて、質問されるが、ユーラの弁護で判事も納得し、約束通り保安官のバッジを渡す。ありがとうございます。